私は今回の西海岸でのですね、西海岸沖での韓国の哨戒艇の沈没事件に関して言うとですね、これまで海上で行われた海戦ですね、よりもむしろ乱軍の爆弾テロ事件ですとか、あるいは対艦航空機の爆破事件に近いものだというふうに理解しております。北朝鮮の潜水艦が韓国の哨戒艦を撃沈したわけですから、これは戦闘行為であることはもちろん否定しようと思わないですね。ただ、彼らはそれを隠密に、隠れてやろうとして、したわけですから、多分これは軍事的なテロのようなものだというふうに考えていいんじゃないかと思います。これは北朝鮮が戦争に至るようなエスカレーションを試みているわけではないというか、そうではなくて戦争を避けるという前提で、戦術的なレベルで軍事的な挑発を行っている。それはテロリズムのようなものだということなんです。私は二十数年ぶりにこのような事件が起きたということに対しては非常に驚きました。しかし、これが戦争に至るだろうというようなことはあまり考えていないですね。今後の展望についてですが、11月には G20 がソウルで開催されます。つまり韓国はそれまでに平和な環境を必要としている。でその意味でそういった状況を北朝鮮は利用できるかもしれない。軍事的な緊張が高まるようなところにですね、20カ国の首脳が結集するということは考えにくいわけです。したがって、北朝鮮の今後の行動というのはおそらくその、南北関係を中心にして、考えられているだろうと思います。彼らはもちろん究極的にはアメリカとの交渉を願っている。そういった戦略的な目標は変わっていません。だけれども今突破口として考えているのは多分可能だろうと思うんですね。